の鎌ヶ谷市よりやってまいりました石井心一つです、今日はメンバーともども未来予想から本当に楽しみにしてまいりました、私たちは今年、なんとかチーム結成10周年を迎えることができたんですが、今日お披露目します作品は、そんな10周年を記念して、作りました、石井かもめ夢を言ったリスタートという作品になります、この作品の中で皆様に届けたいメッセージがあります。それは今がどんなにうまくいかずとも諦めない限り夢は続くんだと、そんなメッセージを込めて本日は全力で演舞したいと思います。どうぞ最後までご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。一心心一つ数々の困難を乗り越え未来をつかみ取る一心かもめの物語。
直れ。はい、たくさんの拍手ご声援ありがとうございました。ありがとうございました。維新心一つの皆さん、ありがとうございました。